炭治郎が耳飾りの剣士と同じ強さを持っているとしたら、無惨が日本を救う英雄になる。前半は炭治郎、後半は無惨の目線で物語を考察していきます。アニメ派の人も原作のネタバレなし。第116回鬼滅大学開幕、失格です。では早速、まず前提として炭治郎の強さは知れ渡っているわけではなくて、鬼殺隊からの入隊の誘いもなかったこととします。また炭治郎自身も自分の強さはよく分かっていないこととします。すると無惨によるかまど家の襲撃は避けられないでしょう。鬼となった禰豆子、そして炭治郎のもとに富岡義勇が現れます。ここで最初の運命の分岐。富岡義勇は炭治郎に仕掛けてくるのか。まず仕掛けてくる場合、炭治郎は今まで一度も戦ったことはなかったが、即座に戦いを理解、同時に火の呼吸を使用する。結果達人である義勇すらも圧倒。義勇は禰豆子を斬ることはできない。かといって炭治郎は性格的に義勇を殺すことはしない。とするとお互いが決め手にかける状況。よって炭治郎と禰豆子は義勇と話し合いをするか逃げるかの二択となる。ただ炭治郎は禰豆子の体に何が起きているのか、誰がこんなことをしたのか分かっていない。するとこの状況を理解しそうな義勇に、何か知っているんですかと聞く必要がある。そこから話し合いに発展、義勇から鱗滝さんに会うように勧められる。また先ほどの分岐にて義勇が仕掛けてこない場合、すなわち炭治郎には何があっても勝てない、この男は人間の範疇を超えてしまっていると悟った場合、この場合はむしろ義勇の方から何者だと声をかけ、そこから話し合いに発展、禰豆子が人を襲いそうになったら炭治郎が止めるという条件で鱗滝さんのもとへ、いずれも同じ鱗滝さんのもとへ行くことになります。そして鱗滝さんは匂いで相手のことが大体わかるので、炭治郎の強さ優しさを理解する。そして鱗滝さんは初日に大岩の前に炭治郎を連れていく。日輪刀を渡し切ってみろという。ここで運命の分岐。一つ目は炭治郎が岩って切れるのかなと疑問を持つ。つまり常識に思考を誘導された場合、これは危険で、炭治郎は切れないと思っているので大岩を全力で切りに行くことになる。鷺山の地形が一部変わってしまうことになるでしょう。二つ目は瞬時に岩を切れると確信した場合、これは無駄な被害を出さずに岩だけをきれいに切るでしょう。こうして鱗滝さんは炭治郎を最終選別に送り出すことになります。ただ悲しいのは、炭治郎から見たら鱗滝さんは案内役のおじいさん、そのくらいの関係性になってしまうでしょう。そして炭治郎は史実よりも2年早く最終選別へ、必然的に前日たちとの出会いもなくなってしまいます。炭治郎は最終選別で手鬼など全ての鬼を切る。これも初日で終えてしまい、試験の期間は本来の1週間から短縮された上で全員が合格となるでしょう。また鬼がいないので富士重山で次回の最終選別を開くまでかなり時間がかかりそうです。一方禰豆子についてはこの時期は史実の通りに眠っていると仮定すると、炭治郎はこの後単独で最初の任務に向かい鬼を切っていく。この時期ならまだ12気づきかもしれない境外、加減の後類およびその家族の鬼、特に母親鬼は寒天の自由ではなく火の呼吸で切られることになってしまいます。その他もし周辺にいれば沼の鬼など、鬼を次々と切っていきます。すぐに柱になる条件、木の絵になり12気づきを切る、または鬼を50匹討伐する、これらを満たすでしょう。そして中央会議にて炭治郎は紹介されることに。ただ柱は嗅覚であることから9人が担当することになっています。そしてここにはすでに9人の柱がいます。では誰かが交代することになるのか、親方様から降格を命じることはなさそうです。なぜなら今の柱9人を人間性も含めて認めているからです。ただ自ら柱を降りそうな者もいます。それが富岡義勇。なぜなら彼だけが炭治郎との直接対決で敗れているなど事情があるからです。では炭治郎が水柱に、それはありえません。この世界では炭治郎は鱗滝さんから水の呼吸を教えられていません。仮に柱になるとしたら火の柱などになるかと思いますが、そもそも五大呼吸の一角を外すことは考えづらいのと、炭治郎は柱に就任することにこだわってはいないので義勇と交代することはないでしょう。ただ炭治郎は他の者から見てもあまりにも強い、
異質な存在なので新たな役職が用意されるかもしれません。柱や隠しなどの3文字の流れがあるので、例えば鬼殺隊、要、かまど炭治郎などです。しかし一方問題は根津子です。史実の通りならこの時期は眠っている、寝てるなら良いではないか、というよりこれでは根津子を試すことができない。そして寝ているからこそ起きた時に人を食べるに決まっている、したがって斬首すべきという論調になる。柱たちは簡単には納得しないでしょう。そして親方様と柱、炭治郎で議論になるかと思います。ただここで重要なのは炭治郎が神がかり的な強さを持っていることです。しかし根津子を切れば炭治郎は鬼殺隊を離れるだろう。そうなれば炭治郎が鬼と戦ってくれる保証はない。実際は炭治郎は根津子のため以外にも人々のために戦ってくれると思いますが、柱たちは義勇を除いて炭治郎とは初対面なのでその辺は未知である。仮に炭治郎が刀を置くことになれば鬼殺隊にとって、ひいては多くの人々にとって取り返しのつかない損失になる。そこは柱なら理解するはずです。したがって根津子のことが気になるなら起きた時に試せばいい。今はまだ根津子が人を食べることを誰も証明できない。故に炭治郎の力を当てにするなら根津子の判定は先送りにする。こうなるでしょう。そしてここからは炭治郎は柱と連携して無惨の討伐を目指すことになります。さらに炭治郎は戦い方を他の柱に伝えたりもするかもしれません。柱は忙しいから訓練してる暇はないんじゃないのか。これについては炭治郎は一瞬退治しただけで柱の戦い方、その弱点を見抜き指導できる。そして柱は皆基本的に天才、すぐに理解できる者もいるでしょう。戦力の向上も見込めます。強くなっていく鬼殺隊、では無惨はどう動くのか。ここからは無惨の物語となります。無惨の能力として鬼の位置は知れます。また距離が近い場合は鬼の思考も読めます。よってここまで鬼を切りまくっている炭治郎ですから、無惨は炭治郎のことをすでに認知していることでしょう。無惨としては耳飾りの剣士の再来、生まれ変わり、まるで悪夢のような話。なんとか自分の身を守りながら耳飾りの剣士を倒す方法はないのか。ここで異例の上限会議が開かれると思います。異例というのは通常は上限が死んだら集結させられるからです。ではなぜ今集めるのか。無惨の指示は耳飾りの剣士を倒せではなく、耳飾りの剣士には私が指示するまで近づくな、万一遭遇したら逃げろとなるでしょう。というのも上限が炭治郎と接触してしまい考えなしに戦闘を開始したら無駄に上限を失うことになりかねない。だからこそ異例の上限を失う前に行われる上限回避。ただ無惨としてはメンツもある。耳飾りの剣士は強いから逃げろなどまっすぐな物言いはしないでしょう。おそらく無惨は苛立ち、なぜお前たちはこんなにも弱いのだ、耳飾りの剣士一人に一体何体の鬼が殺された、上限のお前たちはなぜあの男をまだ生かしている、柱も未だに健在だ、これではお前たちの存在理由がわからない、もういい、お前たちには期待しない、指示があるまで何もするな。何もするなといえば無駄な交戦は避けられます。そして無惨は考えます。耳飾りの剣士を討伐する方法を。まず考えられるのは、例えば赤座など正面からのぶつかり合いを得意とする鬼は絶対に耳飾りの剣士には通用しない。また数で押すのも意味がない上に一気に上限を失い後がなくなる可能性もある。となれば絡め手が必要となる。無惨が指名するのは上限の6、牛太郎、ダッキ。これは無惨自身も言っていましたが、毒を入れて逃げていれば勝てた。牛太郎は猛毒を持つので一度でも当たりさえすれば勝てる可能性も見えてくる。さらに牛太郎は鬼殺隊で一番の速さを持つ天元とも正面からやり合えた。つまり上限の中では現状最弱の位置にいますが、速さだけなら平均以上に見える。すなわち攻撃が当たる可能性が高い。そして極めつけは牛太郎については打機と同時に首を切られなければ負けることはない。故に打機が離れていれば牛太郎は死なない。ならば機会はいくらかある。しかしこれは想像になりますが、牛太郎と打機が離れられる距離には限界があるように思います。もちろん2人の離れたくないという思いもあると思いますが、それ以前に無惨がその気になればそんな気持ちは無視することもできる。ならば無惨は打機を無限上に、
牛太郎を戦場に派遣すれば不死身の鬼牛太郎が誕生する。これは簡単に考えつくこと。でもそんなことは史実でもしていない。ということは離れられる距離には限界があるのでしょう。とはいえ牛太郎は能力的に耳飾りの剣士に勝てる可能性がある。そして牛太郎のことを無惨評価していますが、それでも条件の6、失ったとしてもまだ立て直せる。よって牛太郎、ダキを耳飾りの剣士の元へ向かわせます。戦闘前にダキは離れたくないというかもしれません。でも牛太郎は、お前は何があっても近づいてくるなよ、それが2人のためなんだと諭すことでしょう。そしてとうとう耳飾りの剣士と対峙する牛太郎。一撃でも、いやかすりでもすれば勝機はある。そして耳飾りの剣士は雑魚鬼としか戦ってこなかった。ゆえの油断があるか。ただそんな希望も虚しく、耳飾りの剣士は刀を緩めることなく握り込み、牛太郎の首は切られます。そして牛太郎は再生が遅いことに気がつきます。耳飾りの剣士は牛太郎の首を持ち、ダキの元へ超高速で移動。なぜ耳飾りの剣士は2人の首を同時に切るという条件を知っているのか、いや瞬時に理解できたのか、牛太郎は疑問に思うことでしょう。ダキは逃げようとするも、あっけなく首を落とされる。今回の場合では牛太郎としては、俺が一撃でも入れていれば守ってやれたのにと梅に謝りそう。梅も、私も逃げることすらできない役立たずでごめんなさいと謝りそう。この敗北は史実と違い、手を抜いたとか油断したからではなく、相手が強すぎるので、故にお互いが自分の至らなさを素直に認められそう。二人の兄弟は消えていきますが、無論この状況を無惨は思考を共有して注視していた。やはりというべきか、耳飾りの剣士には勝てないと悟る。そして再びの上限集結。無惨は、牛太郎が死んだ、策を授けてもまるで遂行する能力がない、お前たちに鬼殺隊の討伐は無理だ、指示があるまで数十年青い彼岸花だけを探していろ、鬼殺隊特に耳飾りの剣士には関わるな、人間を食べるのも極力控えろ、騒ぎを起こすな。これは全ての鬼に通達されることになります。では無惨は戦いを諦めたのか。そうではなく、耳飾りの剣士の寿命が尽きるのを待つこととした。ここで束の間の平穏が鬼殺隊日本に訪れます。しかしこれが鬼殺隊壊滅につながっていきます。数十年間鬼は極力人を食べない、騒ぎを起こさないようにするということは、被害者が減るということ。鬼殺隊は被害者の遺族で主に構成されている。つまり志願者の激減は避けられない。また鬼は鬼殺隊に向かってこないので実戦経験も積めない、切るのはせいぜい逃げる鬼を背後から。こうなれば鬼殺隊の戦力の弱体化は避けられない。そして大正時代の平均寿命は40代前半、特に鬼殺隊は若い頃からめちゃくちゃな負荷を体にかけているので、激戦が続いた大使ほど半分の20代中盤ほどで死んでしまってもおかしくない。そんなこともあり、鬼殺隊が弱体化していく数十年、時代は進んでいきます。迎えた1944年、青い彼岸花を見つけるために東京に潜んでいる無惨は爆発音を聞きます。これは異国の戦闘機が東京に爆弾を落としていっている。無惨としては日本人がどうなると知ったことはない、そしてこれまでの戦争にも関わっては来なかった。しかし今は状況が大きく違う。自分の研究施設や青い彼岸花などの研究対象も奴らに燃え尽くされてしまう。施設は移せばいいが、青い彼岸花は替えが利かない。無惨の目的、彼岸を異国の人間が初めて、そして明確に脅かしている。ここで上限集結。異国の戦闘機が私の邪魔をしている。戦闘機は落としても仕方がない、奴らは際限なく湧いてくる。お前たち上限は異国の主要な場所、主要な人物を破壊し皆殺しにしてこい。海を渡るには私が経営している貿易会社の船を使え。船を沈められないように血鬼術を使うなり鬼の力を総動員せよ。今回は状況が特別ゆえに複数体で群れることを許可する。ただし私も海を渡り、近くでお前たちの思考を監視していることを忘れるな。裏切ろう者なら必ず殺す。無惨がついていくのは日輪刀を持たない、呼吸を使わない異国の人間より鬼の造反や逃亡の方がよほど怖い。よって戦場には行かないまでも近くで監視はすることにする。そして異国の地に上限の鬼たちが降り立つ。異国では6つの目を持つ侍が瞬く間に兵士を殺していった。何が起きたのかすらわからなかった。
血をかぶった男は笑顔で、現実とは思えないような事態を引き起こした。タトゥーを入れた男は遠くにいる人間に拳を当て、戦場を楽しむ悪魔のように見えた。一見老人だが、攻撃するたびに増え、彼らは雷を落とし空を飛び回っていた。壺から出た魔人はさらに化け物を召喚し、あろうことか人間を食べていた。彼らは夜に突然現れる。彼らは皆二号への攻撃をやめるように言っている。しかも皆が機敏で、攻撃を当てるのが極めて難しく、仮に当てたとしても瞬時に再生する。こんな状況になれば、異国の人間は日本には化け物がいる。彼らは日本の危機に立ち上がった。あの国にだけは手を出しちゃいけなかった。この馬鹿げた状況に、異国の戦闘への士気も確実に下がり、日本への攻撃を注意せざるを得ない。そうしない限り何をされるかわからない。この噂は日本にも伝わり、六つ目の侍たちが日本を救った。そして彼らが崇拝する神の名は鬼舞辻無惨。もはや無惨は隠れる必要すらなくなる。日本人は無惨を英雄、いや神と称えて皆が無惨に協力する。国を挙げての万世極楽教、国を救った神である無惨を崇拝し、研究に必要なものは全て用意される。そして必要な人間は生贄として無惨たちに献上され、それは最高の名誉となる。鬼に殺されるのが名誉となることは大変なことで、鬼殺隊に入隊する者はさらにいなくなる。なぜなら家族を無惨に殺されたとしても恨みはない、名誉なこととなってしまう。鬼殺隊の高齢化はさらに続く。そして大正時代の柱たちが仮に生きていたとしても、当時の平均寿命付近、果たして戦えるのか。しかも無惨は人を味方につけている。いわば人間の盾がある。これでは鬼殺隊が攻めるのも難しい。さらに異国の人間は恐れから日本には近づかない。事実上の鎖国、鎖国はさらに偏った考え方を促進させ、無惨への崇拝に疑問を持つ者はやがていなくなる。普遍の国日本、無惨と鬼たちはその頂点に君臨する。ここで最後の運命の分岐。炭治郎はまだ生きていて無惨の首を狙っているのか。その場合は神となった無惨を斬ることも可能かもしれません。ただ炭治郎は神殺しとなってしまう。一時は非難されることでしょう。ただ時が経てば、無惨は人を喰らっていたし、炭治郎の評価は後の世には賛否両論とはなるでしょう。そしてもう一つの分岐は、炭治郎が寿命や病気などですでに亡くなっている。父も病に倒れたのでありえなくはない。この場合は2023年現在も無惨の時代が続いていることになる。この時代の人々は無惨への疑いがもはや全くない。抵抗する者も現れないでしょう。私たちはそんな人々を見たら愚かだなと感じるかもしれませんが、果たして僕たちはそれをバカにできるのでしょうか。僕たちはまた無惨の時代のようなとんでもないもの、幼い頃からそうだからと疑いもなく知らずに受け入れているのかもしれない。それがわかるのは私たちの世界という物語を読んでいる読者だけなのかもしれません。さて、炭治郎が無敵だったらどうなるか考察してみましたが、まあ皆さんからしたら話が飛躍した部分がたくさんあったかと思います。一ファンのざれ言、考察、感想だとお許しください。鬼たちが海を渡るのは個人的には面白いから入れましたけど、国志望が船を運転したり奪った戦闘機に乗ってたりしたら謎に和みますね。操縦席でこれか、操作を間違えて面目ない、なんか面白いななんて思っちゃいました。そして教訓としては、やはり強すぎる一人の剣士が現れたら無惨は姿を隠してしまう。だからこそワンマンチームではなく総合力が重要になってくる。全員で戦う、それが鬼滅の刃という物語なのだと改めて思いました。本当に鬼滅の刃は登場人物全員に活躍の瞬間があり、次の展開にワクワク、そしてドキドキできる素晴らしい作品だなと改めて感じているところです。それではちょっとした幸せを提供できたでしょうか。次の動画でお会いしましょう。またね。